ちょっとなんせ初めて配信なんで、そうですね、初記念すべき初配信ですから音とかがちょっとノートパソコンでね配信してるんで、ちゃんとこう拾ってるかどうかとかってちょっと分かんないんで、初めてなんで、そうですね、分からない、うん、皆さんのとこにどう聞こえてるかっていうのが全く分からないですよね、うん、どんなもんなんやろ。あ、こちらも続々と Facebook の方も、あ、いいねしてくださってますね、ありがとうございます。ということは音とか大丈夫ですかね。はい、聞こえてますかね。43人。ちょっと YouTube ライブの方もちょっと音 OK だったら聞こえてますと、ちょっとコメントいただければ助かります。お願いします。ちょっと Facebook の方はいけてるみたいなんですけど、もうちょっとですね、揃ったら、まあ、早速入っていきたいと思います。あ、いいねが、いいですね、ありがとうございます。いいね、グッド。あ、聞こえてますってコメントもいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ5分ぐらい待って、待って始め、もう今日もね、先生説明会で、あの大阪で、今日ここ、うん、今大阪なんですけど、そうですね、体験会と説明会やってきまして、うん、また新しい仲間が、はい、仲間が結構今日はたくさんね、そうですね、だいぶ大阪メンバーも盛り上がってきましたね。盛り上がってきましたね、本当にね、まあ、ね、ついさっきまでここの会場でやってた、そうなんですよ、やってました、はい、一気に仲間がまた増えてね、増えましたね、本当に、はい、楽しみですね。初回の先生いつからでしたっけ、講座は。大阪が9月の第3土曜日、はいはい、東京が第4土曜日からですね、はい、じゃあ、21日ですかね、21と28ですね、はいはい、お、もう10人以上集まってきていただいてますんで、竹下さん、あ、竹下さん、ちゃんとありがとうございます、ちゃんとやってくれてますありがとうございます、はい、じゃあ始める前にですね、ちょっと皆さんにあのご案内をさせていただきたいんですけど、ちょっと今日あの後ろにね、あの書いてます、はい、この Facebook の方ですね、まずこの、谷内先生のページですね、これぜひですね、あのいいねじゃないですか、シェアしていただいて、はいはい、でシェアしていただいた方はここの、Facebook のところにですね、あの、うん、聞こえてますとかって書いて、皆さん書いてくださってるんですけど、はい、そこにあのシェアしましたっていうですね、うん、メッセージをぜひお願いいたします、はい、でこちらシェアしていただいた方には先生、夏の疲れた肌に効く、うん、肌をリセットするための、まあ、小顔ケア、そうですね、はい、まずダメージ受けてますから暑さで、はい、それを リセットして、まずは、はい、プレゼントいただけるんですね。さらに小顔になってもらうという、はい、やり方をね、プレゼントさせていただきますので、はい、ぜひシェアを、どんどんシェアしていただいて、はい、そしてシェアしていただいたら、ここにあのシェアしましたよとこうメッセージ、そうですね、ちょっと分かんないんで、シェアしたかどうかが、ね、はい、あの確認しづらいんで、シェアしましたと、はい、ちょっと言っていただいて、はい、その方には後ほどあのプレゼントをお送りさせていただきます、はいはい、で先生、YouTube の方は、うん、まずはいいねとコメントをしていただくということですかね。そうですね、はいはい、まずは動画にね、いいねと、はい、いいねしていただいて、はいはい、でなんか質問あったらどんどんコメントしてほしいんですよね、うん、でコメント、まあ、あのちょっとピックアップして答えさせていただいたりだとか、コメントしてもらった人も同じ、はい、同じプレゼントですね、 YouTube の方はシェアがないので、はい、ただあの、ね、受け取り方法とかちょっと説明欄に書いてると思うんで、ちょっとまた見ていただいて、はい、はい、じゃあ早速先生も内容の方を始めていきましょうかね。そうですね、人数も続々と集まってきているので、ちょっとね、初めてやるんで、この今 YouTube 配信と Facebook 配信がですね、どっちが見やすいのかわからないです。 YouTube とこの方、あの講座を申し込みいただいた方ですね、あの YouTube と Facebook が、ね、はい、両方見ていただいてるんですかね、ありがとうございます。あのなんかラグがない方でどっちも一緒なんで、あの僕の目線があれですねどっちを見ていいかちょっと難しいですね。なんて言ったんですか、1カメ2カメみたいな感じでどっちを僕もどうしたらいいのかっていうところで、もう早速シェアしてくださいましたよ、ありがとうございます。ありがとうございます。藤木さんも、ありがとうございます。コーナーメンバーが、もう熱いですね。熱いメンバーが。
もう1期生の皆さんは熱い人ばっかり集まってますからね。いいですね。ありがとうございます。じゃあ早速あの先生、本日のテーマなんですけれども、はい、まあ、今日のテーマはこの小顔設置の体験会スタートしまして、まあ、もう200人以上の方に実は体験会やってきたんですけれども、はい、先生が今まで動画でお伝えしてたこう小顔のケアを、うんうん、私見てますという形でね、皆さん来ていただきましたが、はい、ちょっとこう間違ってたというか、正しいやり方でできてない方が非常に多かったということで、うん、まあ、今回はですね、そのよくある間違いを、うん、先生の方に徹底解説していただいて、はい、もう本当に真の小顔に近づくための、まあ、セルフケアという形で、正しいやり方をまずはお伝えさせていただきたいなと思います。はい、そしてその後に先生、まあね、YouTube のチャンネル登録、今 8.4 万人の方にご登録いただいてますけれども、はい、まあ、その方まだ誰にも出してないとっておきのスペシャルケアというのを今日は特別にご用意いただきましたので、ね、新しいやり方が見つかってきましたので、はいはい、それをちょっと紹介させていただこうと思っています。はい、では早速ですね先生、まあ、YouTube の方はね、もう皆さん先生のファンでいらっしゃるので、はい、先生のこと知ってらっしゃるかなと思うんですけど、うん、Facebook の方まだまだ知らない方もいるかと思うので、そうですね、簡単にで結構なので自己紹介していただけますかね。はい、谷口一平と申します。ちょっとこっちの方がいいですか。そうですね、こちらに見ていただいて2カメ、2カメだ、2カメで、はい、1カメか2カメ、こっちが、はい、谷口一平と申します。もともとはですね、理学療法士って言って、まあ、リハビリの先生してました、うん、最初で、まあ、まあ、脳外科にいたんで、まあ、脳卒中で肩巻きになられた方とか、また整形外科もいたんで、骨折後の、ね、肩のリハビリっていうのをやってました、はい、でその時に、まあ、筋肉をほぐすっていう技術を使ってたんですけども、うん、まあ、それを応用して、まあ、美容になんか使えないかっていうことで、まあ、小顔スイッチという、まあ、オリジナルのメソッドを開発させていただきました、はい、まあ、それを使って今、まあ、大阪なんですけども、僕大阪でサロン自分でやってて、はい、でまあ、それと同時に、まあ、小顔のこととか健康のこととか美容のこととかっていうのを、まあ、YouTube で動画配信させていただいてます、うん、でまあ、ちょっとずつ人気出てきて、まあ、今ですね、チャンネル登録者数が 8.4 かな、ね、8万4000人ぐらいになり、まあ、ちょっとずつ人気出てきたかなっていうところなんで、まあ、今回もこれもまあ YouTube 同時にね配信させてもらってるんですけど、それで今、まあ、できるだけね、まあ、全員でね300名セルフケアとかね指導させていただいたんですけども、うちのやり方をで、まあ、YouTube 見てもう読み込んでも、だってね3年前とか2年前とか、そうですね、かなり昔から見ていただいてる方もたくさん来ていただいてましたもんね、あの方とか来ていただいて、先生いつも見てますってねいう方がセルフケアね見せていただいたんですけれども、うん、ちょっとあんまできてへんなみたいなちょっとちゃうぞみたいな、あ、上手な方もちろんおられたんですけど、はいはい、ちょっと僕が思ってたほどに伝わってなかったという、ね、なんか説明の仕方悪かったんかなと思って、はい、ちょっと反省いたしましてそれでそれだったらちょっとねライブ配信ちょっと僕やったことなかったんですけど、はい、ライブ配信して直接質問に答えようじゃないかと、そうですね、ぜひお願いいたします思って今日させてもらってますんで、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、で私ですね、今回小顔スイッチ のプロデューサーとして谷口先生と一緒にお仕事させていただいてまして、今日も一緒に司会進行としてやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、先生先ほどね300人ぐらいもう小顔スイッチ体験会来てるっていう、はい、ことだったんですけれども、うん、この体験会、小顔スイッチの体験会と説明会ですね、どんな方が参加さ、はい、してるかってちょっとこう皆さんに簡単に教えていただいてもよろしいですかね。わかりました。ですね、まあ、いろんなね属性の方来られてるんですけども、はい、まあ、僕と同じようなまあ、理学療法士の先生とか、うん、柔道整復師の先生とか、はい、治療科の先生ですね、はいはい、治療科の先生がちょっとこう美容メニューとかもやりたいっていう、そうですね、新しいメニューとして、そうですね、治療されてるんで基本はその美容メニューとか小顔をやりたいということで、参加されています。はいはい、あとはですね、まあ、ヨガインストラクターさんとか、うんうん、顔ヨガのインストラクターさんとか、あとは表情筋のトレーナーさんとか、あとはエステティシャンですね、はいはい、まあ、なんですか、すでにされてる方ですよね、はい、その小顔とかはやってないけど違うものですでに、
自分のサロンとかそういうお仕事されてる方ですね、うん、来られてます、はいはい、まあ、あとはもう今からスタートをしたい、そうですね、まあ、なんかこう技術なんか学びたい、どっかスクール行ってね、学んで自分で最終的におうちサロンやりたいとかいうふうに思われてた、まあ、本当主婦の方とかね、うん、結構いらっしゃいますよね。今回も普通 の, あの一般のね、今現状未経験の方っていうのも多く参加されてます、はい、うん、今回本当にね、その遠方の方だと沖縄とか、まあ、山口とか本当に皆さん遠くからわざわざ東京大阪に足を運ん で, そうです、ね、まあ、今回これ大阪会場なんで、はい、本当に沖縄から来られた方おられました し, いました、ね、東京の方だって北海道1名おられましたから、ね、あ、そうですね、うん、本当に全国からまあ来ていただいてるんですけど、どうしてもやっぱり日程が合わなくて来れないという方とか、うん、まあ、お子さんが小さくてという方もいらっしゃって、そうですね、まあ、なんとかしてこう参加させてもらえませんかという、はい、あのメッセージをあの結構いただいていましたので、うん、今回ですね、もう、特別にオンラインでの説明会というのをやることが決定いたしましたので、そちらもあの後半にですね、詳しく詳細をお伝えさせていただきますので、はい、最後までですね、ぜひ楽しみにお待ちください、はい。それでは早速先生、よくある間違いということで、はい、あのセルフケアの方ですね、はい、教えていっていただきたいんですが、うん、まあ、一番こうよくやるのはこう、ここのほうれい線のここの後筋ですかね、これフェイスラインとかブルドックとか、はい、まあ、上の方だったらほうれい線とか、ね、はい、こうなんかこの辺全体に効くんですよ、後筋っていうのは、はい、この後筋のセルフケアってあの基本中の基本なんですよ。この全体の小顔スイッチの、まあ、基本、小顔にするための基本っていう感じ。小顔スイッチのもう相撲で言ったら四股みたいな、うん、ちょっと分かりにくいですね。分からない、失礼しました。ちょっと女の人には分からないです、まあ、それぐらいね、あの土台となるもんだっていうことなんで、はいはい、これぜひできるようになってもらいたいんですよ。まずはここからっていうことですね。まずはここから、はいはい、でその後筋ってね、こうやって動かすんですけど、先生まずちょっと後筋の場所を教えていただいてもいいですかね。どこについてるんですかね。ですね、このグッと食いしばった時に、はい、こう指当ててたらグッと食いしばった、ここが盛り上がるじゃないですか。モコッとなる筋肉、あの噛む時に使う筋肉、そう、噛むと力がモコッとなる筋肉、これが後筋なんですね、はいはい、で噛む筋肉って漢字そのままなんですけど、そうですね、はい、後筋って筋肉グッとね、ここになります、はい、でこいつがあの凝ってくると、うんうん、この辺がむくんできたりとか、フェイスラインがもたついてきます、うんうん、ただちょっと年いってきた方だったらほうれい線とか、このここですね、ここがたるんでくるん で, うん、怖いですね、あのブルドッグが打ってるんですかね。あとは今日ね、ご参加の方とかの言い回しだったらもう顔が四角くなってくるみたいな、おっしゃってましたね。年齢重ねるとどんどんこう垂れてきて四角くなるの、四角くなってくるっていうのがこの後筋が原因のことがもうほとんどですね、はいはい、なんでこの後筋をできるようになってほしいと、うん、結構動画でも後筋は多めというかやっぱり重要なところ、重要なんで結構たくさんお話いただいてるんですね。たくさん喋ってたつもりだったんですけどね。でどんなこう間違いが多かったんですかね、うん、今回やってて、今回200人ね、はい、見させていただいて、はい、まあいろんな間違いあるあったんですけど、はい、まず基礎的なところで言うと、まあ正しいやり方はこうなんですよ。まずこうなんですけど、はい、この基礎的なところの間違いで言うと、まず両手でやる、あ、片方ずつっていうのがもう鉄則なんですね、はい、はい、じゃあまずこうやってくださいねっつったらこうやってみたいな。これ先生、なんでちなみに両方でやっちゃいけないんですかね、はい、まずですね、はい、あのこの筋肉を触るにはこの皮膚の余力もいるんですよ、この動き幅が、はいはいはい、そうすると指を突っ込んでいって筋肉に引っ掛けるんで、これ見てください、両方入れたら突っ張ってくるんですよね、皮膚が。あ、なるほど。なんで指が入んないんですよ、フックできないんですよね、うん、なんで必ず片側ずつ、そうですね。あともう一つは姿勢の問題で、はい、あの動かしたい筋肉っていうのはちょっと下向いてる方がやりやすいんですよ、うん、重力に対して、はい、で重力に対して上向いてると力入っちゃうんです、後筋って、うん、でちょっと下げたらどっちかは下でどっちか上なんですよ。だから両方やるってないんですよね、うん、基本的には、うん、なんであのこうやってる方はまず片手でするようにやっていただけたらなと思います、うん、基本的には片手しかやってないと思うんですよ。あ、先生が動画で見せてる、うん、多分こういうやつとか、はいはい、それぐらいだと思います。基本的に小顔スイッチで垂直に動かすときはあの片側ずつです、はい、うん、あと他にどんな間違いありましたか、はい、頭こうね、こう入れて動かしてほしいんですけど、はい、まず指の種類とか、うん、あの
でもこうやっちゃうとかね、人差し指じゃなくて中指とか、はい、他の指でやってる、親指でやっちゃうとかね、はい、あ、まあ別に親指でやってもいいんですけど、はい、基本的にはその奥にできるだけフックしたいんですよ、この後筋っていうのは、はい、グッと。なんで人差し指が一番細くてシュッとしてるんですよね、はい、ピュッとシュッとしてるんですよね。なんで、だから、だって親指とかって入りにくいんですよ、奥の方には、うん、中指とかって。なんで人差し指で基本的にはやってほしい。はい、なんで多いのはあの2本入れてるとか3本入れてるとか、うん、いっぱい動かしたいこう思いが指に現れてるんですね。うん、現れちゃって、まずは基本は1本を入れる、はい、人差し指だけってことですね。はい、でどの指かって言ったら人差し指だけっていうふうにしてほしいんですね。でこれが最終的にはやっぱり一番動かしやすいんで、これが王道のやり方になりますんで、まずこれをやってくださいと。はい、うん、あとはなんかこうよく聞くのはこう、うん、コリコリ言わないというか皮だけ動いてるって ね、皆さんおっしゃってましたけど、それはどういう状況になっちゃってるんですかね。これ一番多いです。これはですね、皮膚しか動いてないという状況なんですね、はい、これが間違いで一番多いんですけど、うん、後筋ってこれなんですよ、はい、でもみんなこうやってるんですよね。あ、表面だけこう掴んで動かしてるっていうことですね、はい、皮膚を避けて中の筋肉を挟んでほしいんですよ、うんうん、こういう感じで見てください。ここに皮膚が寄ってないと思うんですね。皮膚が寄ってる状態でどういう、間違えてる人はこうやってます。前の方こうやって、こうやってほら、あ、ここが皮膚の部分がなんか盛り上がってるじゃないですか、はいはいはい、そうじゃなくてこう挟んでほしいんですよ、うん、もう筋肉だけダイレクトに挟むっていうことですね。そうです。ちょっとこっちか、そうですね、フェイスブックの方の方で、ちょっとカメラの角度が若干違うので、角度がちょっと違うんでね、伝わりにくくて申し訳ない。間違えばこうですね、はい、なんで挟んだ時に親指と人差し指の間に、やたらと皮膚が挟まってるっていう時は×です。×、はい、はい、全く入ってません。ここに筋肉がカツンと当たります。まずこの状態をセッティングしてほしいってことですね、はい。あと先生、よくあの女性でもすごい一生懸命頑張りたいからって爪の跡がここにこう痛々しく残っちゃう方もいらっしゃいましたけど、うん、あれも本当はそんなにこう残らないはずなんですよね。そうですね、それも多いです、うん、このフックしようとして、要は奥からえぐらないといけないっていうちょっと勘違いがあるみたいで、こう思いっきし突っ込むんですよね。でこの爪の先で、で小顔スイッチっていうのは基本的にはこの指の腹、これ私腹っていうんですか、ここ、はい、とここですね、はい、ここでこう挟んですよ、うんうん、普通にボールペンこう持つみたいなもんです。うーん、指先でこうつまむって感じじゃなくて、こういう感じです、挟む感じ、ね、はい、みんなねこうやっちゃうんですよね、こうかけてこうやってこう持っちゃうんですよ。わかりますかね、これでこうやったらそれ痛いじゃないですか。痛いですね。爪痛いじゃないですか。はい、そうじゃなくてこうピタッと普通に持つって感じです。これが筋肉だったとしたら、こう持つって感じですよ。うん、こう、なんて言ってるんですか、こう持っちゃってるってことですか、ね、そう持っちゃってるんですよ。こう挟むだけって、ね。挟むだけです。だからちょっとあの、はい、ペットボトル貸してください。はい。どうぞ。茶を飲もうとしてるんじゃありません。はい、例えばこいつに圧力を加えて開けようと思ったら、こうじゃないですか、普通。そうですね。こうじゃないですか。こうじゃないですか。ね。こうする人いないと思うんですよ。うん、難しそうですね。こうじゃないと思うんですよ。普通に持ったらピタッと持てるじゃないですか。うん、これと同じ状況です、うんうん。ありがとうございます。こうしない、爪を立てないってことですね。指の腹でしっかり挟んでくださいと。はい、あとよくあるので、その手首のこと先生よくおっしゃってましたけど。これも多いですよ。はい、小顔スイッチは手首のスナップなんですよ。スナップで動かす。動かすのはこの手首が軸になってこう動いてるだけなんですね。うん、ちょっとフェイスブックまでこう動いてるだけなんですね。これで、まあフックできたと、ここまで挟み込めたと、ここまでは OK だと。OK なんですけど、その動かし方の時に、手首をこう、なんですかね、筋肉に対して垂直に、ただ水平にこう動かしてほしいんですけど、はい、こうやったりとか、あ、ひねってくる、手首をツイストしてくる、はい、ツイストしてきたしゃったりとか、うんうん、あとはもうこの力入りすぎてこうやればいいのにこうなっちゃって肘がこう上がってしまう、ね、肘が上がって肩が上がって、この手首がこっち側に反っちゃう、うんうん、でそうするともう手首の動きが死んじゃうんですよ。なるほど。ここでロックしちゃうと
この角度は絶対ダメです、はい、この角度ね、この角度はくの字になってます。こう下ろす、脇を締める、ここまっすぐ、手首まっすぐ、はいはい、だと手首まっすぐだと手首が動くんですよ、はい、こっちにしちゃうと見てください、もう動きようがないです、うん、ロックしちゃってる。ここはまっすぐにしてくださいと、はい、いうことですね、はいはい、だからもう力こんなに入れちゃダメです。なんかいっぱい先生注意点出てきましたけど、皆さん大丈夫ですかね。もしOK だよ、分かったよという方いらっしゃいましたら、うん、ぜひ Facebook の方はいいねボタンを連打していただいて、ね、いいねで分かったかどうかというのね、はい、ちょっといい、ちょっとよく分からない、もうちょっと詳しくという方は超いいねを押していただいて、お知らせをお願いします。連打ありがとうございます。超いいねを 連打していただいて、1回じゃなく何回でもいけますんで、ありがとうございます。ぜひYouTube の方もですね、コメントに分かりましたとか、うん、ちょっと分からなかったです、そうですね、はい、なんか言ってもらった質問とかあれば、はい、うん、ちょっとよくわからないで言うのもいただいてますね。先生、ポイントをちょっともう一回じゃあ復習というかおさらいしていきたいなと思うんですけど、うん、まず一番絶対これは押さえておいてほしいというポイントを教えていただけますか、うん、はい、まずはこの後筋、はい、やっぱりフック、はい、要はここで筋肉が触れてなかったらもう始まりようがないんで、うん、まずそこが1個目のポイントなんですよね、はい、それは先に触っといて後ろからフックするってことです。普通よくある間違いはどう、よくある間違いはこうやっちゃうんですよ。あ、前からこうお肉ごとグッと挟んでしまう、はい、これなんかもう口引っ張られてるんですよ、みんな引っ張られますね、これダメです、はい、見てください、ほら口の位置、あ、口全然変わってないですね。変わってません、はいはい、つまり皮膚を引っ張ってないんですよ。これ見てください、顔変わってますそうじゃなくてこうだってことです。ほら口が引っ張られないです、はいはい、これが皮膚を避けて後ろからフックしている状態なんですね、うんうんうん、はい、この状態にまずしてもらうこと、後ろからこうかけてくれということですね。あ、爪の跡ついちゃってましたって手塚さんコメントくれてますね。あ、本当ですか。ちょっと掴む位置がそれはちょっと違ってたってことですかね、うん、爪の跡、まあ、こうじゃなくてこうなってたりとか、それを押し込みすぎたってことですね、うん、爪の跡っていうのは。正村さんもね、同業者に教えたくないですがシェアしちゃいましたっていただいてますね。ありがとうございま す。これ本当にすごい技術ですからね。もう先生はライオンハートですから優しいですね。優しいです、はい、じゃあ先生ポイント一つ目は、じゃあ後ろからこう指をこう入れてくる、まずはフック確実にすることです、はい、もうこうなったら絶対できないです。これはもう間違ってるっていうことですね。間違ってます、はい、まずスタート地点が大事と、はい、じゃあもう一つ目のポイントを教えていただけますか。もう一つはですね、はい、やっぱ姿勢なんですよ。ポジション、姿勢ですか。姿勢のポジション、うん、今回やってて多かったのは、はい、やっぱり顎が上がっちゃってるんですよ、はい、猫背になって顎が上がる、はい、ちょっと横に行きましょうか、はい、こういう姿勢ですね、はい、こうなったら後筋っていうのは体幹に対して顎が出れば出るほど力入ってる、ここは硬くなるってことですね。はい、いい姿勢になって顎を引いて柔らかくなってます。ちょっと皆さん、じゃあテレビの前じゃないですね、画面の前の皆さん、画面の前一緒にチェックしていただきましょうかね、うん、例えばね、こうやって触っといて、どっちに、はいはい、触って挟んどいて、はい、うん、このいい姿勢からだんだん頭を前に出していってください。こうやって食いしばってるわけじゃないのに明らかに筋肉の緊張が高まるのが分かると思います。で、こう戻してください。ほら、柔らかくなってます。ウィーンって硬い、ウィーンって柔らかい、わかります。で、うーんって、でから、でさらに顎が上がったらもう動かないですよ。動かしにくいですね。動かしにくいです。はい、要は姿勢、ポジション、この頭の位置、顎の位置で全然変わっちゃうんですよ。とにかく顎をまずは引くっていうことでいいですかね。顎を引く、まずいい姿勢になって引くってことですね、はい、この状態で引いたらね、ちょっとおかしくなっちゃうんでいい姿勢作って顎を引く、要は顎が上がらない、猫背にならないってことがまずポジションのポイントですね、はい、そして先生、3つ目のポイントを教えていただけますか。3つ目のポイントはその力、手首を使ってほしいってさっきの話あったんですけど、はいはい、手首の動きを殺しちゃうことをやめてほしいんですね、はい、でどうやったら死んじゃうかっていうと、1個は肩が上がるとか肘が上がるとか、あとはこの3本の指がこっち側に来るんですよ。指はこう出ちゃいけないんですか。こっちに巻いてほしいんです。さっきね、はい、爪の跡がついちゃいますってこうやった時あるじゃないですか、はい、こう入れた時、ちょっともう一回ペットボトルください、はい、すいません、どうぞ。
喉が渇いたんじゃありません。これ指の腹でこうやって挟もうとするときにね、こう持つんですよ。でこうやるんですよね、うんうん、これ爪でこうやって持とうと思ったら、ぐーっと力入れようと思ったら、このこっちの方が力入るんですよね。へー、こうやってだから力みすぎて肩上がって肘上がって、うん、こっち側に手首が反って、この爪でこうやろうとしちゃってる人って、この3本の指こっちに来てるんですよ。あ、確かにこう力入れて、こうやって力入っちゃってるんです。これで力入るってなかなか、そうなんです、うん、こうしたいんですよ。だからこうやって持つためには、まずこの3本をまず巻いてください。グーする、しまうってこと、ね、こっちにしまってほしいんですよ、はい、こっちに3本の指がこっち側に来たら絶対手首もこうしたくなります。確かに、うん、こっちに巻いてほしいんですよ。そしたらほら手首の動きが出てきます。こっちにこうしてください。手首の動きが死にます。そうですね、動かしにくい、うん、このまま力任せにこうやってるんですね、うん、もう動かすのはあくまでも手首から先だけ動かすっていうことですかね。こうです、これ間違いね、はい、これ正しいね、これ間違いね、はい、だんだん分かってきたと思います、うん、じゃあ先生、今3つ出ましたのでもう1回確認したいと思います、はい、1つ目は、人差し指を後ろから入れる、うん、はい、後ろから入れる、まずフックをカチッと入れる、はい、ということですね。で、2つ目に顎を下げる、はい、はい、いい姿勢作ってって下げる、ね、猫背になって顎が上がらない、はいはい、そして、最後のポイントが、まあ、他の指ですね、うん、をこうしまって、はい、こう手首から先だけでこう動かしていく。そうですね、手首の動きを殺さないために肩上げない、肘上げない、こうやるともう絶対こうなっちゃうんで、うん、ここまっすぐでこの3本巻いとく、はい、うん、畳んどくってことですね。はい、これが真の小顔になるためのそうですね、このセルフケアのポイントですね。後期一番メインのやつのポイントですね、はいはい、これでできるようになったんじゃないかな。どうでしょう、皆さん分かったよという方はですね、ぜひまた Facebook の方いいねを、いいねボタンを連打していただいて、ね、うん、ちょっといまいちという方は超いいねを押していただいて、超いいね、はい、超いいねを押していただいてね、はい、YouTube の方もぜひいまいち分かんない人が超いいねを押すというちょっと分かりにくいかもしれませんけど、あ、でもいいね先生来てますよ。あ、いいねと、よかったです。あ、驚きと、あ、はい、真っ赤っかになりました、はい、画面が真っ赤になってます、うん、盛り上がってますね、盛り上がってます、ありがとうございます。ありがとうございます。あと先生にですね、何か聞きたいことなど質問もありましたら、リアルタイムでも受付しておりますので、はい、ぜひコメント欄にコメントをいただきたいなと思います、はい、でここでもう一回ご案内なんですが、今回の、こちらのライブですね、シェアしていただいた方にはプレゼント、あ、こちらですね、ちょっと見えますかね、このどっちに向けたらいいかなっていうのが難しいところなんですが、はい、シェアしてコメントしていただくと、夏に疲れた肌をリセットして小顔にするためのスペシャル動画ですね、はい、こちらを先生の方からプレゼントいただきますので、そうですね、ぜひ皆様 Facebook の方はですね、シェアをしていただきまして、シェアしてください、はい、シェアした後にこの Facebook ページにですね、シェアしました後ぜひコメントをお願いいたします。シェアしたよって言ってもらうと分かりませんから、そうですね、で YouTube の方もですね、ぜひコメントしていただいた方には、うん、後ほどお送りをさせていただきますので、はい、ぜひですね、YouTube の先生のページのところにコメントを書き込んで、ね、コメントしていただいてね、はい、なんか質問してください、はい、では先生ちょっとですね、事前にアンケートをたくさんお答えいただいてますので、ね、そちらの、はい、質問をちょっとお答えいただきたいなと、うん、でその後にとっておきのスペシャルケアを最後紹介していただいて、ね、今日は終わりという形でいきたいなと思うんですが、はいはい、たくさんですね、うん、実はこんな形で質問が、はい、出まして、めちゃめちゃ来てます。すごいですね、量が、うん、どれから行こうかなという感じなんですけどね、うん、先生じゃあこれ行ってみましょうか、はいはいはい、大胸骨筋の緊張が強いのですが、うん、これは何が原因なのでしょうか。小顔スイッチで緩めるのも大事ですが、日常で気をつける点があったら知りたいですということなんですが、まず大胸骨筋わからない方いらっしゃると思うので、場所をちょっと教えていただけますか。はい、大胸骨筋はこの胸骨っていうのは頬骨のことです、はいはい、で専門用語で胸骨って言いますね、はい、で大胸骨筋っていうのはこの頬骨のちょっと下にピーッと、はい、ここにあります、大胸骨筋、はい、はい、でこれが硬くなってるということですね、はい、これ先生ちなみに硬くなるとどうなるんですか、
硬くなるとここがむくんでくるんでボテッと前に出てきますね、はい、でむくみが強い老廃物が溜まってくると、うん、この下がってきます、うんうん、するとなんかボテッとしてきて、はい、で結果的にこれがこうあってこうちょっとほうれい線が深くなるっていうのが大胸骨筋ですね、はい、でこの方はまあそこがすごい非常に硬くなってしまっている、うん、ということなんですけど、どんな原因があるんですかね、これ硬くなる。物理的には、はい、そのやっぱ動かしてないからなんですよ。あ、使ってないから硬くなってしまうってことですね。で、使ってないっていうのは本当に何も緊張がないってことじゃなくて、はい、ずっと収縮しちゃってるとか、ほうほう、縮こまったままになってるってことですかね。じゃあどうしてそうやって縮こまっちゃうんですかって言ったら、うん、いろんな原因ありますけど、うん、もう多いのはもう苦笑いです。苦笑いですか。苦笑いしちゃってます。なるほど。苦笑い、愛想笑いが得意な方は、はいはい、大胸骨筋ガッチガチです。なってしまってる。ガッチガチです、本当に。で先生、こんな質問も来てまして、うん、まあ、大胸骨筋がうまく挟めませんということで、うん、これもコツがあったら知りたいということでいただいてるんですが、はい、苦笑いをね、どうしてもせざるを得ない人もいると思います。はい、お仕事してて、そうですね、頑張って働いてて。ストレスです。はい、そういう方は、まあね、ぜひ小顔スイッチのセルフケアで、うん、ケアしてほしいなと思うんですけど、うん、どうこのコツがちょっと教えていただいてもいいですか。まずですね、はい、まあ、おそらくなんですけど、はい、この手の質問の方は本当にパンパンになってて硬いんだと思うんですよ。あ、もうそもそも硬い、ね、だから例えば手の使い方がうんぬんとか以前に、はい、多分挟み込めなかったりとか、はい、硬いっていう悩みだと思うんですね、はい、こういう方って、はいはい、でまず多分皮膚感がもう硬いと思うんですよ。もうパンパンに張ってて、筋肉が硬いんじゃなくて皮膚がそもそも硬いということですね。だからどこか分かんない、そもそもスイッチができないみたいな、うんうん、感じだと思うんで、おそらくね、はい、要は大胸骨筋の小顔スイッチのコツそのものというか、うん、大胸骨筋はどこにあるんだみたいな感じだと思うん で、はい、でそういう方はまずはスキンロールです。スキンロール、はい、はい、やっぱ皮膚そのものが柔らかくないと、はい、さっき抗菌のところでもあったんですけど、うん、指がそもそもフックできないんですよ。挟めないんですよ、皮膚が硬いと、うん、なんで、それを先にやった方がいい。スキンロールをね、ちょっとやってみますわ。はい、お願いします。僕の得意のスキンロールを、はい、ちょっとね、Facebook の座にも見えるように。そうですね、お願いします。まずですね、この親指、両親指ピタッと当ててこう挟むんですね。はい、こうやってずっと上に投げていくんです。多分ここで硬いんですよね、大体。あ、なるほど。ほっぺたね、こうやって挟んでそのまま上げれるかどうか、うん、ちょっとぜひ皆さんも一緒にやってみてください。もうちょっと先生前目でアップにしてもらっていいですかね。カメラに寄せでお願いします。こっちのちょっと2カメが2カメと1カメとあるんで、2カメがあるんですよ。だいぶ寄ったんじゃないですか。でもこの YouTube が見えない。ハンディカメラに変わりました。こうですね。ここ分かります。これが多分硬いんだと思うんですよね。ご質問者様はここ、こうやって挟めるかどうか、はい、これがスキンロール、こういう動きが出るかどうか、うん、まずこれが出るようにまずやってもらうことです。まずここから、チャレンジということですね。そうです、はい、でこれができないっていうのはちょっと硬いんで、うんうんうん、そこから柔らかくしてほしいですね、はい、で先生、続きましての質問で、これは体験会でも非常に多かった質問ですが、はい、その顔の左右差が気になりますと、はい、これ左右差も改善できますかというご質問来てるんですけれども、はい、左右差も改善できます、うん、ただその程度というか原因によるんですけど、はい、筋肉が問題で引っ張られて左右差がある場合っていうのは改善できます、うん、で多いのは目の開きの左右差、うん、どっちかが小さいとかね、はい、うん、そういうのはもう周りのむくみの問題なんで、うん、これは絶対改善できます、うん、あとは目のつり上がりですね、うん、ピッとこうこっち側だけなんか引っ張られて細めというか、うん、になったら引っ張られたら開きにくいじゃないですか、目が。そうですね、そうするとちっちゃくなるんで、うんうん、このパターンが多いです。あとは歪みで多いのはこの口角ですね、うん、どっちかが高い、どっちかが下がっていると。で基本的には下がってる方、下がってる方の筋肉が硬くなってます、うんうん、例えば、Facebook 側の方だったらこちら右かな、こうやってもし僕の口角が右が下がってたとしたら右の口筋の方が固まってます、うんうん、でそれは、小顔スイッチで改善することは可能です、うん、はい、じゃあもう一つ二つぐらい言って終わりにしましょうかね、うん、ご質問のコーナーは。
さんあるんで、どれにしようかな。結構来てますね、本当に。先生、これもいいんじゃないですかね、この。今日もね、あの体験でありましたけれども、うん、その首のシワを取ることが可能ですかね。まあ、質問があったわけではないんですけれども。はいはい、首のシワね。はい。これはどうですか、ね、首のシワはいけますね。ただ大前提としてやっぱり姿勢は大事なんですよ、うん、首のシワは。さっき抗菌の時にあの猫背になってね、体幹に対して首が前に出てきちゃダメですよってあったと思うんですけど、これは首のシワもかなり影響します、うんうん、首がこう前に出てくる。そうするとこの部分に老廃物が溜まってきます、はい、そうするとここがむくんでくるんで余計にシワ行きやすいんですよ。で首もずっと緊張してるんで循環が悪くなっちゃいます、うん、そうすると首にシワって行きやすいんで、うん、まずは姿勢よくしてほしいです、はい、しっかり体幹に対して頭を乗っけると、うん、っていうのは当たり前として、うん、当たり前として、あとはこの首もスキンロールできますか、ほら首もやるんですね。すごい伸びますね先生。ちょっとぜひあの画面の前の方に顔も伸びるところを見せていただきたいなと思うんですが、顔も伸びる、ここですか、はい、ちょっと見えますかね。もう一度先生に。こっちは大丈夫でしょう。 Facebook の方にも見ようと、うん、これね、こっちはこう、これね、あの私ちょっと思うのが、この伸びるからこう伸びたらこうたるんでしまうんじゃないかみたいなね、思われる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、それはまた違うんですよね。そうですね、その皮膚っていうのはその柔らかいイコールたるむじゃなくて、はい、柔らかいっていうのはその柔軟性があるってことなんですね、うん、伸び縮みするって、はい、伸び縮みする、はい、で硬い、もし硬い人こうなんかこう持った時に分厚くしか挟めなくて、うん、全然動きませんっていう方がいたら、そういう方は中で皮下脂肪とくっついてます、うんうん、そういう人っていうのはその弾力性がないんで、はいはい、引き締まる力がないんですね、うん、そうすると下がってきます、うん、なんで基本的には小顔スイッチっていうのはもう柔らかく、はい、こういう弾力性を出すというのが基本ですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後もう一つだけいきましょうかね、うん、これも結構大事かなと思うんですけれども、うん、この力加減の部分ですね、うんはい、このどれぐらいの力でやったらいいですかっていう質問が来てたんですけれども、うん、これ皆さんね、爪の跡がついちゃうぐらい頑張っちゃう方もいらっしゃいますが、確かに強さっていうのはどのぐらいの強さなんですかね。これはですね、もう何ともちょっとね答えにくいんですよ、はい、というのももう個人差がありすぎて筋肉に、うん、例えば柔らかい筋肉の方だったら本当に力はいらないです。うん、もう どれぐらいって言ったらいいんですかね。もうこれぐらいです、うん、ポンポンポン、もう本当に少しだけって、少しだけ、もうなんか普通のどっかのボタンを押すぐらいです。あ、もうエレベーターのボタンを押すぐらい、エレベーターのボタンを押すぐらいです。ノリでいいんですかね、はい、あの、うん、ノートパソコンのキーボード叩くぐらいです。あ、それはバンバンってやらないですもんね。バンバンの人いるかもしれないですよねポンってくらいじゃないですか、はい、そんぐらいですけど、ちょっと例えば食いしばりがある方とかね、うん、あのちょっと凝ってるっていう方だったらそれよりは強くは必要です、うん、確かに。ただ爪の跡がつくとか、うん、もうこの肩の力で力いっぱい引くとか、それは絶対いらないです。そんなにしなくても小顔になれるということですね。もう関係ないです、その力は、うん、なんでそのこれ難しい質問っていうのは、そのこの質問者さんの筋肉に適切な圧があるんで、どれぐらいっていうのは言いにくいってことなんですよ。ただ力任せにやる必要はないってことだけはちょっと伝えたいです。むしろ力はいらない、力はいらないっていうことですもんね、はいはい、むしろ逆というか、力入れれば入れるほどインプットが強いと緊張しちゃうんで、筋肉って、はい、手の力が強いとお顔の筋肉が硬くなってしまう、硬くなっちゃいます、うん、力をだいたいできてきたら分かってくるんですけど、力を抜けば抜くほどできてきます。うん、力を入れれば入れるほど分からない、はい、ぜひちょっと力を抜いて、肩の力も楽にして、ね、こう手首もね楽にして、楽にしてやってください、はい、やっていただきたいなと思います、うん、ではですね、続きまして先生、とっておきのシェアのケアということで、はい、いきたいんですけれども、うん、とっておきのスペシャルケアですね、はい、あの2つご準備いただいていることということで、皆さんぜひ一緒にやっていただきたいなと思うんですが、新マッサージをね、はい、うん、これはまだどこにも出してない、うん、
誰も知らないケアということですよね。誰も知りません。何や言うたら僕も知りません。本当ですか。もう 今神から降ってくるの待ってるところです。じゃあ先生、まず一つ目は、はい、一番先生の YouTube のチャンネルの中でも人気のほうれい線を消すっていう。そうですね、ほうれい線を30秒で消すっていうのが一番人気ですから。そうですね、140万回以上再生されてるやつですけども、 それの新しいバージョンということで。新しいバージョン、まあ、こっちの方が簡単ちゃうかなっていうのを思いついたんで、やりやすいし、分かりやすいということですね、はい、うん、じゃあ早速そちらをまずお願いします。はい、まあ、今までのまあ既存のやり方の方を先にやると、はい、例えばこっち側のほうれい線やろうと思ったら、こうやってたんですよ、僕が教えたのは。上から当てる感じです、ね、そう、手首ひねって、こっち側にひねって、でちょっと皮膚を横に避けといて、で、まあ、大胸骨筋の内側を押すんですけど、はいはい、まあ、これでもいいっちゃいいんですけど、この向きが分かりにくいと、はい、であと手首硬い人もいるんですよね。僕結構関節が柔らかいんで平気でやっちゃってましたけど、これがこういかんと、肩もちょっとしんどい、ちょっとしんどいということで、なんかないかなっていうことで、はい、新バージョンはですね、反対側の手でやろうと。例えば、まあ こっち、今こっちやった、こっちやったのか、うん、こっちやるんだったら、こうやって避けといて、今皮膚を避けて押すっていうのを片手でやってたんですよ。うん、そうじゃなくて、皮膚を避けるはこっちでやっといて、はい、この空いたところにこっち側の親指で押せばいいんじゃないかと。こういうことですね。手はしんどくないですね。手はしんどくないです。ひねる必要ないんで。で、向きも分かりにくくないです。はい、皆さん、ちょっと一緒にやっていただいてますかね。ぜひ。分からなかったら、はい、スペースですね、はい、メッセージで分からないとかって言っていただいて。今まではこうやってたんですよ。うんうん、でこれ、関節柔らかくないとできないということで、パッといて、ここを押すと。はい、そしたら、まあ、こう今ここテーブルあるんですけどね。テーブルに肘ついてもできるし、うん、まあ、楽というか姿勢が。あ、これは痛いわ。これでも大胸骨筋を圧迫できます、うん。こっちの方が分かりやすいってコメントいただいてますね。はい、ありがとうございます。でこれで30秒やって、スッと外せば薄くなってます。うん、まあ、しっかり大胸骨筋を緩めばね。あ、分かりやすいですか？分かりやすいっていうコメントいただいてますね。本当ですね。はい、ありがとうございます。分かりやすい、びっくりびっくりってきてます。ありがとうございます。よく分かっているという方は、また Facebook のいいねボタンを押していただいて、はい、ちょっと難しかったという方は超いいねを押していただいて、はいはい、ぜひ反応、超いいねを押してください。分からない方は、そうですね、分からない方は超いいねで、超いいねが大事ですから、はい、まあ、こっちの方が簡単だとは思いますよ、普通に。そうですね、こう避けて親指でグッと押す、うん、そう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 。もうこの時はもう緩めたりは一切せずに、ずっと30秒とにかく押し続ける。30秒持続圧迫ですね、ピーッと、はい、まあ、前はこうやったね。これちょっと、これちょっと30秒疲れちゃいそう、肩痛いなと思って、はい、両手でやろうということを思いつきました。あ、先生、なんか質問来ましたよ。米呼吸はということで来たんですけど、呼吸は意識なんかすることありますか？先生来ました、はい、呼吸は特にないですね。この時は何も意識しなくていいということですか？はい、もう全然関係ないです。あ、まあ、それは本当になんか力んじゃうようなね、うん、なんか体の力抜けない人だったら、うん、息吐いてもらった方がいいです。はい、もう本当にガチガチの人なんだったらね、うんうんうん、はい、それはあの息止めるよりは吐いてもらった方がいいです、うん、はい、素晴らしい質問ですね。あ、やりやすいですっていただいてますね、結構皆さんから。本当ですか？簡単ですとか、これは結構使えると思います、ね、高評価ですね。早速ありがとうございます。とっておきのスペシャルケアという、うん、進化してますからね、小顔スイッチも。そうですね、どん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  YouTube の再生回数、過去のやつがね、うん、伸びててますけど、新しいのもどんどん生まれてますからね。新しくなっていってますからね。はいはい、じゃあ先生、続きまして、まあ、もう一つのスペシャルケアを教えていただきたいんですが、はい、まあ、ほうれい線の次に人気なのがフェイスライン。フェイスライン、これですね、やっぱり、はい、フェイスラインをまあ簡単にスッキリケアできる方法を教えていただけるということで、はい、そちらもお願いします。はい、まあ、これも後傾筋って言ってね、はい、ここに後傾筋でバーッとついてるんですよ。ここの首についてるんですかね、うん、はい、ただ後傾筋は平べったい筋肉なんで、うん、挟んで動かすっていうのはできないです。後傾みたいに、ここみたいにこうはできない、うん、こういうもんじゃないんで、はい、うん、ここについてます、はい、うん、で、ここをね動かそうと思ったら、こういうのはできないんで、あの、はい、ダイレクトストレッチって言って、まあ、圧迫刺激が一番いいんですよね、はい、で既存のもともとやってた人気のやつはこっちがいいか、はい、こうやってたんですよ。またこのひっくり返してこうやる、
系ですね。もうどうやらひっくり返すのが好きみたいで、はい、こうやってたんですよ。先生は柔らかいからこうすってこうできる。自分は普通にしてたから気づかなかったんですけど、はい、こんなになんか肩が回らないみたいな。五十肩の方とかも手上げるのすらしんどいですからね。そうなんですよ、うん、結構やっぱりあのメイン の, その YouTube とか見ていただいている方ってやっぱり 40、50 代の女性の方が多いんで、はい、まあ、そうですよね、ちょっとお悩み持ってますもんね。ちょっと肩痛いみたいなね、はい、疲れ30秒もやってられないってなっちゃいますよね、うん、そうなんですよ。なんであのこれが回らんし、はいはい、あのなんかこう向きがねやっぱり、あ、画面上だとその画面上で向きが分かんない、なんかこうやりながらこうやらないとできないみたいな感じですかねこうですかみたいな感じの方もおられたんで、ちょっとそれじゃ分かんないんで、ちょっと新しいのと考えて、なんかこうどういう向きがいいかなと思って、まあ親指で入れてもいいんですけど、ちょっとぐさっと刺さったら痛いんで、ここを使ったらいいんじゃないかと思って、鍵型にします。でこいつをまずこのフェイスラインにピタッと当てるんですね。この上のところでいいんですか。そうです、ここの第一と第二関節の間、この面をまずフェイスラインにピタッと当てるんです。軽くね。はい、そう、もうラインでいいです。でラインっていうのはこの骨の上ですか。骨の上でいいです。骨の上。はい、でそっから手前、首側にそのまま骨に沿って入れてください。ちょっとこう顔というか口が引っ張られる感じで当てますか。ちょっと口角が引っ張られます。はい、はい。でこのスライドしてズボッと入ったとこ。ズボって入りますね。はい、ここがもろに後傾筋なわけです。ズボッとね。ほら、ここはぐーっとなんか入っていく感じがあります。中に入れますね。入るじゃないですか。この面状のままぐーっと入れていく感じ、ね。そうです。で沈み込めるとこまで沈んでください。あ、じゃあ入れちゃっていいんですね。もうぐーっと入れるとこまで。はい、痛いわ。痛いですね。はい、で、これ、この真ん中のところからこのギリギリのここまでですね。この耳の下のここからここまでね。なんで、ここや、こっちがいいかな。ここやって、ここやるみたいな。こう3つに分けてね。この顎先から中央と、はい、この、耳側顎関節のあたりまで3つに分けて、じわーっと指突っ込んで押してもらえればいいです。どうですかね、皆さんこれ分かりましたかね。ぜひまた分かったよ、できたよという方はいいねを Facebook の方教えて、はい、押していただいて、はい、ちょっとよく分からないという方は超いいねをお願いします。これは持続伸長が必要なんで、ポンポンポンってやるんじゃなくて、はい、じわーって伸びていく感じです。これも2、30秒ぐらいですか。2、30秒ぐらい、最低15秒は欲しいですよね、やっぱり。まあ、でもね、こうやってこうひっくり返してやるよりも、まあ、これも楽にできますよね。まあ、こうやって肩痛いとか方向わからんっていう疲れます。今ここテーブルで肘ついてるんで、はい、こうね、これもパソコンとかね、スマホで見ておられる方、テーブルあったら肘ついてもらって、はい、肘ついてこうやって頭乗せるだけなんで、うん、先生質問が来ましたね。顔の角度は顎を引いた方がいいでしょうかということでご質問いただきましたが、こう上を向いてやるのとこう下をこうちょっと引いてやるのとどっちがいいんですか。これは下向いた方がいいですね。あ、これも下を向くんですね。上向いちゃったら後傾筋が伸びるんで、はい、伸長位になっちゃうんで、こう突っ張っちゃいます。入りにくいです。あ、確かにちょっと苦しいですね、うん、だから指をスライドさせるときは上げてていいですけど、はい、沈み込むときは下向いていきます。下向いていきます、はい、の方が指がずっと入っていきますね。入りますね、あんまり一気に突っ込むとちょっと苦しいんでね、はい、ゆっくりじわーっと入れてってください。これは結構すぐ変わりますよ、このほうれい線とフェイスラインは。そうですか、結構速攻性あるんで、これが簡単フェイスラインのスッキリケアで、はい、もう新バージョンですね。新しいバージョン、もともとあったのよりもやりやすいし、やりやすい、効果も出やすいということですね、はい、手首と肩痛めないバージョンです、これね、僕普通にやっちゃってたんですけど、めっちゃ回してますもん。ここ確かによくよく思えば疲れますね、はい、これで30秒押せって言ったら確かに肩しんどい。僕は思わなかったですけど、はいはい、やっぱりね、肩悪い人とかね、そうですよね、いらっしゃいますもんね、はい、先生、まあこれもう質問になっちゃうんですけど、はい、よくこのどれぐらいやったらいいんですかってね、体験会でもすごい質問いただきましたけど、そうですね、まあ、頻度とか時間ですね、はどうですかね。まあ、実際にね、お客さん来られてね、指導するときは、はい、もう手が空いたら顔触ってくださいと、
要はながらマッサージでいいんでやってくださいっていうふうな説明するんですよ。ながらでもいいからとにかく触ると、うん、例えばテレビ見ながら、はい、お風呂入りながら、本読みながら、うん、本読んでても片手空いてるじゃないですか、うん、こうやってできますよね、はい、そしたらもう本読んでる間に、こうすっきりしたらいいじゃないですか、そういう感じでちょこちょこね、やってほしいというふうに説明するんですよ、はい、ただまあこれをご覧の方は本当に初めての方もおられると思うので、そうですね、もちろん、そういう まだちょっと上手にできてない方はちょっと5分ぐらい時間作ってちょっと僕の動画見てほしいです。練習してほしいです、はい、このライブ多分これ何回も見れますよね。見れますね、はいはい、シェアしていただいて何回も、はい、シェアしたらね見れると思うのでぜひシェアしていただいて、そうですね、ちょっと何回も見てほしいですね、はい、シェア、ね、していただいた方にはプレゼントも用意してますので、はい、プレゼントがこちらですね、はい、ちょっと最後もう一回だけ、はい、映ってますかね、ちょっと角度先生が消えちゃう、はい、Facebook ですね、シェアしていただいて、このコメント欄にシェアしましたとぜひメッセージお願いします。メッセージねいただかないとね、はい、シェアいただいてもちょっとこちらもわからないので、はい、ぜひシェアしましたとコメントしていただきました方にはですね、夏の、疲れた肌をリセットして小顔にするためのスペシャル動画をいただけるということで、はい、そうですね、ぜひですね、コメントとシェアをお願いいたします。はい、シェアお願いします。で YouTube の方もですね映ってますかね、はい、はい、ぜひですね、シェアはちょっと機能がないと思うんですけれども、うん、先生の YouTube のコメント欄にコメントいただいた方にこちらをメッセージで送りさせていただきますので、はい、ぜひ楽しみにお待ちください、はいはい、というわけで先生もあっという間にもうすぐ1時間ということで、本当ですね、早かったですね、初ライブ案外早いもんですね、はい、早いです。あ、シェアしましたってまたいただいてますね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、シェアいただきましてありがとうございます。本当にたくさん質問がね実はまだまだあるんで紹介したいなと思うんですが、うん、はい、ね、お時間にも限りがあるんで、うん、ちょっともうそろそろ終わりに近づいてくるかなと思うんですが、まあ、でもどうしてもこれだけ聞きたいということが、ね、ありましたらぜひコメント欄で何でもコメントしていただいたら、はいはい、あと1つ2つは、ね、答えできるかなと思いますので、ぜひご質問いただきたいなと思います。はいはい、そして先生これ後ろに書いてありますけれども、うん、まあ、オンライン説明会と個別コンサルやりますということで、はい、まあ、今回ね、東京と大阪でこの小顔スイッチの、まあ、こうやって体験会ね、たくさんの方に、まあ、300人以上ですね、320人近くの方に申し込みいただいて、こうやって全国で体験会をやっておりますけれども、はい、どうしても日程に都合がつかないとか、そうですね、はい、どうしてもこう距離的にしんどくて来れないという方もね、はい、いらっしゃって、でもなんとかこうこの小顔スイッチをこう学びたい、うん、で仕事につなげていきたいっていう方の ね、 そうですね、熱いメッセージをいただいてましたので、はい、まあ、今回本当に特別に、オンラインの説明会をやっていただけるということで、そうですね、このオンライン説明会これを特別にやろうと、はいはい、ただし、12名限定と、12名限定です、はい、こちらですね日程、また後ほどお送りしますが、ご案内をさせていただきます、はい、9月4日の水曜日から7日の、土曜日ですね、うん、まで限定4日間で先着12名様です、はい、そしてこちらのお申し込みですね、本日から、3日間限定申し込みになります。ただいまからですね、8月27日火曜日、うん、はい、こちらでも完全終了と、完全終了ですね、はい、コアスイッチもいよいよ、うん、体験会とね、はい、説明会もね、どんどん終わりに近づいて、そうですね、もう大阪あと1日で東京もあと2日で終わりになります、はい、本当にこれで最後の最後ということで、そうですね、また本当に最後本当遠方の方とか ね、 そうですね、ちょっと本当に都合合わなかった方って本当に結構、ね、問い合わせいただいてるんで、ね、そういった方のためにこれご用意させていただきましたから、はい、ただやっぱり1対1なんですね、1対1で、そうですね、1対1で個別で、まあ、私もちょっといるので1対2という形になりますけど、はい、そうなんです、その体験会はねちょっと5名とか8名とかでさせてもらったんですけど、はい、個別なんで、これ、うんうん、個別なんで12枠しかないんですよね。そうですね、たくさん受けれないですからね、はいはい、これケチって12名限定じゃないんですよ、その枠がね、はい、そもそもの物理的な枠がねないんで、はい、12名様限定ということなんで、はい、そうですね、はい、そしてですね今回この Facebook ライブ YouTube ライブを見てこの
オンライン説明会申し込みいただいた方には、はい、体験会の特典でありました先着30名様特典のこの女性が喜ぶ本気のボディケア革命ということで、はいはい、二の腕と、お尻と二の腕のね、はいはい、ケアとかですね、先生がまとめてくださったやつ、はい、これ30名限定だったのを復活でつけていただけるということで、はい、かなりこれも有料級の特典をあのまたいただけるということです、ね、そちらも、はい、楽しみです。最初30名様先のやつだったんですね、瞬殺でしたね、でもね、すぐ埋まっちゃったので最初の30名って、はい、すぐなくなっちゃったんですけど、はい、これを復活させていただきますということで、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいなと、はい、そうこれ知ってるだけでね、二の腕をねむくむとってすっきりしますからね、はい、でお客さんにも喜んでいただきます、ね、お客さんも喜んでいただきます。お先生質問をいただいてますね、ありがとうございます、うん、数匹どっか行けますということで簡単な捉え方をお願いしますといただいてますが、行きます、はい、数匹のまず場所をじゃあ皆さんにまた教えていただいてよろしいですかね。数匹はこの、まず数匹ってシワ眉眉毛の眉筋って書くんですよ、はいはい、要は眉毛 のでのシワ作る筋肉って意味なんですね、うん、でこうする筋肉よ眉間にこうシワが寄る眉間にシワ寄せる筋肉ここのところですね、はい、じゃあ眉毛の 真下というか眉毛のところにあると思っていいんですかね。そう、この辺にあるよと。これが収縮したらこうなるって感じなんですよ。でこれが先生ちなみに硬くなるとどうなっちゃうんですか。硬くなるとこの上の部分、この部分にむくみを生じますね。ここら辺が硬くなって、はい、そうするとボテーっとしてきて落ちてきます、はい、そうすると目がなんかしょぼしょぼしょぼとなるなとかちっちゃくなるなとか、たるんできてこう目がこう開きにくいっていうんですかね。もう多いのはあれ昔もっと目開いてたのになみたいな、はい、ちょっと年いってきたらね、あれ 昔もうちょっとパッチリしてたような気するっていう方は大体ここが凝ってます、はい、で、数匹どうやってやるんですかって言ったら、もうポイントはねもうこの持ち方なんですよ。うん、全然わからないです先生。こうやって分厚く挟む、最初に分厚く挟んでいいですか。最初に分厚く挟む、まずは眉毛挟んでいいんですか。その眉毛のこの奥の方に指を突っ込めてるかどうかなんですよね。奥、はい、でも数匹ってちょっと奥にあるんで、はい、手前を動かしてもこれ皮膚なんですよ。皮膚ですね、これは。で皮膚を避けて、避けるっていうのはどうやって避けるんですか。カメラどこですか。1カメ2カメ寄ってます。1カメ2カメ、はい、こうです。あ、そう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 、こういう感じで持ててるかどうか、はい、要は手前だとこうですよ、そうじゃなくて奥に指が入って、ちょっとこの目のくぼ、上のくぼんでるところに親指を入れるっていう感じですか、ね、そう、目のくぼみのところに親指がいかに深く入ってるかなんですよね。はい、入れました。うん、で、はい、そこからどうしたらいいですか。で、挟めたら、はい、皮膚ごと挟めたら、はい、狭く持ちます。狭くっていうのはどういう意味ですか、うん、こう持った状態から、こう持つ。ちょっと丸くして。ちょっとピンチする感じですか。そう、ピンチに近いです。なんかちょっと爪楊枝とか、綿棒を持つときみたいな感じ。でロックできたら手首のスナップで下から上です。うん。じゃあコロンコロンコロンといくんですね。うん、難しいです。いやこれはもう見つかったら簡単なんですよ、ですね、これ。できたら一生できますからね。うん。うん、で多分どっか行っちゃうという質問でしたね。そうですね。多分この方はなんで掴めてるけど、うん、多分最初はこれって言うけど、だんだん多分滑ってきて外してるんだと思うんですよ。最初あなんかあちょっと折るな、折るけどあれどっか行ったみたいな感じだと思うんで、はい、もうちょっと親指を深く入れるのと、もう一つは下から上に行くってことですね。多いミスはせっかく挟めても、ま、上から上に動かしてるんですよ、みんな。上から上ってどう、スタートが。あー、なるほど。筋肉がこのガンカーって骨に引っかかるときにコリっていうんで、その骨より下からスタートしないといけないです。うん、でこれもさっきあったその顎をこうやって上げないで下げた方がいいですよ。そうなんですね。全部そうです。骨の位置の下から骨の上に行きます。なんか痛いですっていうコメントも来てます。はい、しっかり動いたら痛いですよ、筋肉は。固まってる筋肉が動くときは痛いです。どっちかというと私は指が目に刺さって痛いですけど。それ間違いできてない。間違いの痛いです。悪いやつですね。それは眼球への侵害刺激です。ちょっと難しいですね。はい。数匹は本当に奥についてる方は結構難しいですけど。うん。なんて言ったらいいんでしょうかね。できちゃったら簡単なんですけどね。まあ、とにかくね、間違えてるのは、
浅すぎて引っかかってないと、うんうん、はい、なんで奥からやってほしいってことと、はい、上から上じゃなくて下から上と、はい、その位置がポイントですから先生。でも下から上っていうのは、はい、このほっぺたの筋肉、うん、ここも下から上の時に凝りって言ってます、ね、下から上の時に凝りって言います、はい、だからそのスタートの位置の問題ですね。なるほど、うん、じゃあそのスタートの位置をちょっと確認してやってもらったら分かりやすいんじゃないかと、はい、そうです、ということですね、うん、はい、ありがとうございます。もうあっという間の1時間ということで、1時間経ちましたね、はい、もう経ってしまいましたけれども、うん、ぜひですね、まあ、今日はこの Facebook ライブ、YouTube ライブ、あの後からも何度も見返していただいて、そうですね、はい、ぜひあの大事なポイントですね、今日先生の話いただいたのは、うん、よくある間違いを徹底解説いただきましたので、はい、もう一度チェックしていただいて、まずケアを完璧にしていただきたいなというのと、はい、あとまだ YouTube にも出してない、うん、はい、スペシャルケアですね、とっておきのケアを2つ実は今日はご紹介いただいてますので、はい、ちょっと見逃してしまったという方はですね、ぜひ、うん、遡っていただいて、そうですね、また見返していただきたいなと、うん、はい、思います。そして最後にですね、もう一度あのシェアですね、 Facebook の方シェアして、はい、コメントしていただいた方には特別なプレゼントもご用意しておりますので、うん、ぜひですね、皆さんシェアの方を最後にお願いいたします。お願いします、はい、そして、オンラインの、コンサルですね、説明会と個別コンサル、はい、はい、これは、もうただいまの時間から3日間限定の申し込みで8月27日には締め切りとなりますので、ぜひお早めに、はい、枠が12しかないんで、そうですね、お申し込みいただいて、この小顔スイッチをもうパーフェクトにしていただきたいなと、そうですね、はい、思います。それではですね先生、以上で終わりましょうか、はい、そうですね、はい、まあ、とにかくね、うん、このオンライン説明会本当最後の最後なんで、そうですね、これが最後に、うん、ますので、最初で最後のオンライン説明会で、はい、もうね、体験会もおしまいですもんね。そうですね、なんでもう一度ね説明させていただくと、まあ、これ誰のためのものかっていうとね、はい、治療科の先生とか美容メニュー追加したい、はい、まあ、同じような理学療法士の先生、はい、柔道整復師の先生とか、まあ、エステティシャン、ヨガインストラクター、顔ヨガインストラクターの方のプラスアルファのスキルアップとか、はいはい、あとは全くの未経験の方、まあ、主婦の方とか、まあ、今から何か技術を覚えて、まあ、おうちサロンとかしたいとか、誰か喜ばしたい、やりがい持った仕事をしたいとか、そういった方のための美容整体師養成講座の説明をさせていただきます、はいはい、なんでね、あのそういった思いのある方はぜひぜひ参加していただいて、はいはい、もう実際もう、まあ、何名でしたっけ、もう本講座もう70名近いんじゃないですかね、すごい人気ですよね、もう70名ぐらいの、ね、それほどニーズがあるっていうことですもんね。そうですね、もうすでに先ほど言ったような治療科の方、エステティシャンの方、未経験から頑張ろうという方がもう70名近くもう集まっているんで、はい、ぜひその仲間になっていただいて、一緒に成長し合えるようなあの場っていうのをもう作ってますんで、ぜひそこに参加してほしいですね、はいはい、その参加できる最後のチャンスということですね、これ。そういうことです、はいはい、でしかもその限定30名特典もなんとついてきちゃうという、そうですね、復活させましたから、復活特典ということで、これもかなり有料級の動画をいただけるというので、このチャンスをもう逃す手はないなという感じ、はい、本当にそうです、もう最後の最後ですから、はい、うん、まあ、特にねスケジュール合わんかったとか ね、 そうですね、いう方とかぜひ参加してほしいですね、はい、うん、ぜひまたオンラインでお会いできることを楽しみに、はい、しております、はい、では最後先生、皆さんに何かメッセージありましたらお届けいただいて終わりにしたいなと思いますが、メッセージ、そうですね、はい、まあ、本当今回ですね、はい、この美容整体師養成講座ってね、はい、まあ、近藤さんと組ましてやらせてもらってるんですけど、これ第1期なんですよ。そうですね、記念すべき第1期ですね、1期生ですから、これ、はい、1期生の募集なんで、ちょっと僕ももう気合い入れて、いや、かなり燃えてますよね、かなり燃えてるんです、はい、本当にあの燃えてもうあのなんか灰になりそうです。灰になるのはあのジョーみたいな、明日のジョーみたいな、まだ早いです。そうですね、はい、ライブ中に灰になっちゃう、大変ですから。大変ですが、あの先生だけ映ってないことになったら困るので。そうですね、急に消えたみたいなね、はい、まあ、それぐらいね気合い入ってて、うん、はい、本当にたくさんの方ね集まってきていただいてるんで、まあ、本当嬉しいんですけども、そうですね、まあ、まあ、できるだけやっぱり本当にね小顔スイッチって使える技術なんで、うん、たくさんの方に知ってほしいん で、 でやっぱりあの遠方だとかねスケジュールの問題あったと思うんで、まあ、そういった方にもね、このオンライン説明会、ぜひね、参加していただきたいと思ってますんで、はい、はい、12名限定なんで、そうですね、もう1対1でやるのでね、はい、そして1対1なんで、まあ、でもかなり濃い話というか、深い話はできるんじゃないかなと思いますので、うん、はい、
まあ、ぜひね、ご参加いただけたらなと思っております。はい、の Facebook ですと、コメントの一番上に固定してあります。はい、で YouTube は、説明欄の方にあのリンクが、はい、お申し込みのリンクがありますので。詳細リンクの、ね、ページのリンクを貼ってますので、そちらご覧いただいて、まずは。はい、でそこから申し込めるんですもんね。そうですね、もうすぐ申し込めまして、はい、もう先着なので、埋まったらもう申し訳ないですけど、増席はできませんので、はい、ぜひお早めにお申し込みいただきたいなと思います。はい、もう我こそはという方はもう今すぐ、はいはい、あのそのページ開いて、お申し込みボタンを押してください。はい。はい、では、先生、以上で終了しましょうかね。そうですね。はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。Facebook もありがとうございました。はい、1カメ2カメがありますから、1カメ、じゃあ先生1カメにも1カメと、はい、じゃあ2カメにも、はい、2カメとね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。